で浄化中です。さてはい、皆様こんばんは。タロット歴24年目のモザ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、私の名前をよくモーゼと間違えてらっしゃる方いるんですけれども、正しくはいいんですけどね、モーゼでもモーセでもいいんですけれども、正しくはモーセの10回海がバーッと割れるあそこからインスピレーションを得ましたので、私はモーセ姫と申します。どうぞよろしくお願いいたします。検索にですね、モーゼ姫と案外出てくるんですね。だからなんかね、ちょっと確かに分かりにくいので、なんかね、割ってモーセモーゼんなので、まあ正しい名前をもしよろしければ知っていただきたいと思って、はい、お伝えしております。はい、個人鑑定のお問い合わせや鑑定のご依頼、本当にありがとうございます。とてもたくさんいただいておりまして、特にね、ここならのテキスト鑑定などはもうたくさんの方にお待ちいただいてて申し訳ありません。なんかね、いつもありがとうございます。私の鑑定の内容ですとか、どういうスタイルかっていうのは、もしよかったらここならの口コミ等を見ていただきましたら、随分分かっていただけるかなと思ったりもしております。はい、じゃあ今日は今この瞬間のあの人の気持ちを深掘りしていきたいと思います。かなりしっかりと見ていきたいと思います。はい、今日は3択です。選んでいただきたいのは、左からブルー、そして真ん中がピンク、そして一番右が黄色となっております。はい、こちらブルーが1番、ピンクが2番、3番が黄色。はい、こちらからお選びくださいませ。あの人のことを考えながらピンとくる色ありますでしょうか。さあ、今日もしっかりと私は上げ下げせずにお伝えするというスタンスなんですけれども、特に個人鑑定では心に寄り添う鑑定というのを心がけております。 YouTube でもそのスタイルはもちろんありますので、はい、じゃあ今日もしっかりとあの人の気持ち見ていきたいと思います。はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあブルーのピアスさんこれね、実はピアスなんです。ピアスなんですね。はい、じゃあね、ブルーのピアスさん、はい、じゃあね、早速まずね、お相手様の過去、現在、未来、お二人の流れからまず見ていきたいと思います。はい、こちらルノルマンカードを使っていきます。さあ、ね、お二人の恋の流れ、過去、現在、未来から見ていきましょう。はい、じゃあまず過去、カードがポーンって飛びましたねはい、現状です。すごかったですね、今の飛び方ねはい、じゃあ未来見ていきましょう。はい、これですね、これだってカードがすごく主張してました。はい、じゃあまずお二人の関係、過去、はい、本が出ました。うん、過去が本。はい、そして現状、フォックス。なるほど、複雑な恋愛の方、ブルーの方多いのかな。そして未来、子供。ああ、もう複雑な恋愛ですね。なるほど、わかりました。もしかするとダブルの人がね、多いのかもしれないな。うん、なるほどなるほど。大丈夫ですか、今現在妻バレとかしてませんか、ブルーの皆様。なんかね、いわゆる奥様とか、いわゆるお相手様のパートナー、
がこういわゆる疑っているとか、なんか行動にこう出始めているような気がするんですね。だからね、そこはちょっと要注意っていう感じがします。ただね、未来のカードは子供のカードが出てるから、状況としては、まあ、プラスの方向。なんか今が、ちょっとこう、緊張感がある、なんかこう、油断できないような状態だったとしても、未来はね、少し、こう、もうちょっと気持ちが軽やかに、お二人とも、なっていくのかなっていう感じがしますね。来月の中旬以降になったら、随分と状況は、この緊張関係はすごく緩和されるような流れになりそうなので、そこは安心していただいて大丈夫かなって思うんだけれども、できるだけね、やっぱりつまばれとかはしない方がもちろんいいと思うので、この今、特にそうだな、月末、年明けぐらいまでは、ブルーのピアスさんから、なんかね、連絡っていうのは少し控えたり、お相手様から来て返信をするような、そういう流れの方がいいかもしれませんし、あんまりね、気をつけられてるとは思うんだけれども、人の目とかも気をつけてた方がいいかもしれませんね、今のこの時期。なんかね、なんやかんやでむちゃくちゃ人が多いので、特にそのあたりは気をつけておいた方がいいかもしれません。でもね、流れはね、子供のカードが出てるから、本当に、ああ、よかった、みたいな。こう、またね、楽しいね、幸せだね、っていう、そういう状況が来るかと思われます。そこはよかったです。はい、じゃあね、お相手様の今、この瞬間の気持ちということで、しっかりと深掘りしていきましょう。今日はね、このカードが 一番上に来ます。なかなか珍しいです。はい、ブルーのピアスさんのお相手様の今のこの瞬間の気持ち。い、じゃあ見てみましょう。さて、ね、ファミリーイシュー、婚外恋愛の時ね、いつもやっぱこのカード出るんですよね。複雑な恋愛とか。よかったですね。すごくいいカードが出ましたよ。はい、そしてこちら。なるほど。はい、ですね、やっぱりお相手様としても、ブルーのピアスさんにね、とても惹かれてるし、もうこんなに心を許せる人はいないっていうぐらいの強い愛情。もう本当に、ね、こう、あなたしか見えてないよっていう、ね、まあ、見ていただいているのが男性も女性もいらっしゃるんだけれども、これをお相手様だとすると、やっぱりこのね、真剣な眼差し。もう本当に、ブルーのピアスさんのことしか見てない。もうとても真剣な熱い眼差しを感じます。だからこう、お相手様がね、どれだけ真剣に、大切に思ってくれてるのかっていうのはすごくわかる感じ。とてもとてもわかります。そう。ただ、やっぱりね、このね、家族っていうか子供かな？お子さんのこととがあって、やっぱりこのお相手様自身が自由に動けない。これがね、とてもお相手様からすると、精神的にも肉体的にも辛い。で、やっぱりね、ブルーのピアスさんのことももちろん、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 とっても大好きな人なの。でも、ね、残念ながら僕には家族があって、で、そこから今なんか抜け出すことができないっていうその辛さ。それがね、もうすごくすごくあって、なんかね、こう、きっと、ブルーのピアスさんも、お相手様も、なんかね、お互い真剣だからこそ、辛いのかなっていう、そういう気持ちが、まずね、とても感じられるような気がしました。じゃあね、もう少しね、はい、あの人の気持ち、見てみましょう。
ね、今この瞬間のあの人の気持ち、はい、これですね。はい、じゃあ見ていきます。さて、フール、このね、トートタロットはね、全部正位置で見ます。おう、ソードの9。はい、コインの10。あ、かなりなんかこう、強烈なすごいカードが出てますよ。そうね、このお相手様からすると、自分がやっぱり自由になれたらどれだけ楽なんだろうっていう気持ちがね、やっぱりここでも出てるんですよね。いわゆるこう、例えばなんだけど、何もかも捨てて、ブルーのピアスさんと一緒にいることができたら、どれだけいいだろうってこう考えていることは考えてる。例えば家を出たりとかね、離婚したりっていうことを、いわゆる身軽になること。それはね、このお相手様としてはね、やっぱりね、考えはするんです。今この瞬間もお相手様は考えてると思う。でもやっぱり、家族への、家族、子供への責任感があるから、やっぱりこう自分にはそういう無責任なことはできない。でも、いずれ、ね、もしかすると数年単位っていう時間がかかるかもしれないけれども、でも、時間がいくらかかったとしても、このお相手様は、ブルーのフィアスさんと、将来やっぱり一緒になりたいっていう気持ち、それはね、すごく出ていますよ。そこはすごく出ていて、そうね、ここでね、お子様のカード出てるでしょ？なんかね、もしかすると、ブルーのフィアスさんと、お相手様の間に、ね、いわゆる赤ちゃんが来てくれる可能性もあるかもしれませんね。ただただ純粋に楽しい時間をこれからの未来過ごせるかなっていう意味もあるんです。でもやっぱりこうお相手様の気持ちの本気度っていうのが強いんです。だからなんかね、もしかすると言葉には出さないかもしれないです。あのブルーのフィアスさんのことを例えば抱くときね、抱いているときに言葉にはしないかもしれないけれどもね、あのなんかね、僕の子供を産んでほしいみたいな、そういう気持ちを思いながらブルーのフィアスさんのことを抱いてる可能性もね、すっごくあるなと思って、でそうするとやっぱりお空の上で待ってる赤ちゃんたちがなんかね、あ、ここのパパとママ優しそうみたいな感じでね、なんかね、待っててくれるから、じゃあ行こうよ、みたいな感じで来てくれる可能性も十分にあるかなと思いました。それがいい悪いとか別にしてね。なんかそれぐらいのお相手様の、なんかね、動けない辛さ、精神的な辛さ。でも、本当にブルーのフィアスさんのことを愛してしまったっていう気持ち。もうそれがね、すごく感じられています。とてもとてもね、こう強い本気の深い気持ち、それはすごくあるかな。まあここでね、もう本当同じようなカードなんですよ、ここって。もうね、鎖、もう鎖っていうかね、柵に閉じ込められているあの人。そしてこのソードの9っていうのも、もう本当に精神的に辛くて、眠れなくて、どうしようっていう、こう、深い悩み。そこにいる状態なんですよね。だからこうなかなか光っていうのが見出せない。でもブルーのピアスさんっていうのがこのお相手様から見るともう本当に唯一無二の存在。この人がいるからなんかね、僕は私は頑張ろうみたいな、そういうのがすごく感じるので、本気度はねむちゃくちゃありますよ、このお相手様の本気度。すごく強いと思う。じゃあこちらのカードで、じゃあこの恋のアドバイスということを、はい、見てみましょう。ね、あのお互い思い合ってるけれども辛い恋。さあこの恋にね、天使様はどういうアドバイスをくれるのか。
ちらの3枚がアドバイスカードとして見ていきましょう。おお、リマインポジティブ。なるほど。なるほど、本当なるほどですね。なるほど。わお、ドントストップ。天使様、とても力強いメッセージくれてますね。はい、そしてこちら。おお、これほら見て、表と裏一緒のカードでしょ。で、listen to your in これ言いにくいんですよ。into ごめんなさい。直感力です。これね、なかなかね、発音がしにくくて大変申し訳ないです。練習しときます。はい、なるほど。これがね、アドバイスカードで出た。天使様はね、すごく応援してくれてますよ。まず、ね、ブルーのピアさんはな、大丈夫だよねって、分かってるよねって。お相手の、ね、とても大切にしてくれてる大好きという気持ちと、お相手様もとても辛いと思っている気持ち、きっとそれはお相手様が言わなくても、私っていうのは天使さんです、ね、私が、ね、言わなくてもきっと賢いあなたなら分かってると思うと。で、この恋を諦めちゃダメだよ、辛いことがあるかもしれない、でもこのお相手様の前ではいつも笑顔でいてあげてと。そうするとこのお相手様はこの笑顔を守りたいと思って、なんやかんやでものすごく一生懸命いろんなことをしてくれると思う。今はまだね、離婚とかそういう大きなことは今はこのお相手様はしないじゃなくてできない、できないんだけれども、でもこのね、ブルーのピアスさんのことを思ってる気持ちはとてもとても真剣だから、だからこの恋は諦めずに頑張っていってと。そうするときっと最終的にはブルーのボトルさんが、あ、ごめんなさい、ボトルさんじゃない、ピンクのピアス、ピンクじゃないごめんなさいブルーのピアスさんがね、笑顔をね、本当に心からの笑顔を取り戻せるような、そういう日が来るから、だからしっかりとみんなで応援してくれる、応援してるからねっていう、そういうメッセージすごくすごくありますよ。だからね、きっと頑張っていけるかと思いますね。この子供のカードね、赤ちゃんが来てくれるのか、はたまた2人の関係がとても無邪気にたくさん笑い合って幸せな日々になるのかっていう感じ、両方かもしれないですしね。ただ今現在はフォックスが出てるので、とにかくつまばれとかしないように、そこだけは気をつけておいてくださいね。はい、これが1番のブルーのピアスさんでした。最後まで見ていただきましてありがとうございます。ね、天使様はやめないで、このまま頑張って続けていって、そうすると最終的にはあなたは笑顔を取り戻すことができるからと言っております。ね、私も応援しております。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。どうぞ頑張って、辛いと思います。でも頑張ってくださいね。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。はい、じゃあ2番のピンクのピアスさん、お待たせしております。じゃあこちらのルノルマンカードで、まずお二人の恋の流れ、過去、現在、未来ということで、はい、まずは見ていきたいと思います。はい、過去、現在、未来です。はい、じゃあまずね、こちら開いていきますね。過去のカード、はい、こちらコウノトリです。コウノトリ、なるほど、過去、
はい、現状は無知か。そっか、今ちょっと喧嘩中とかなのかな。未来が雲。なるほど。はい、まずね、過去、お二人の出会いが、まあなんかね、職場とかアルバイト先とか、なんか引っ越し先でご近所とかね、こう、そういう、そうだな、人によってはね、ちょっと子育ての場とかね、そういう感じで出会ったのかな、いわゆる環境が変わった時に出会ったお二人っていう気がするんですよね。まあ、ある会社でお互いが転職、例えば中途とかね、まあ新卒もそうなんだけれども、そこで出会ったとか、そういう大きい環境の変化の中で出会ったお二人っていう感じがします。ただね、現状無知が出てるんですよ。で、無知っていうと喧嘩しちゃったりとか、ね、ちょっと言い争いしちゃったりとか、あとね、お互いこう疲労、なんか疲れてる、それがなんかね、ちょっと溜まっちゃっててみたいな、そんな感じも見えるね。で、未来が雲だから、今なんやかんやでまだお二人が体調もきちんとこう、いわゆるね、整ってないんじゃないかなと思うんですよね。まだ心の余裕とかも含めて、こう、改善できてない、いわゆる、なんかね、100%の状態じゃないかもしれないという状態が、もしかしたらね、もうしばらく続きそうなんです。だから、お互い、なんかね、思い合う気持ちが、少し、なんていうのかな、余裕がまだないのかもしれないね。ちょっと待ってね。そうね。年明けの、5日6日くらいまで、なんとなく今の、なんていうのかな。別れてはないのね。別れてはないんだけれども、ちょっとこう気持ちが落ち着かなかったりとか、お互い思い合うような、なんかね、優しさをこうたくさん尽くせるような状況には、もうちょっとね、時間かかるかもって出てる。ちょっと待ってね、雲の後の流れ見てみますね。雲、無知、雲、その後の流れがどうなっていくのか。ね、早くこう、すっきりと仲直りできたらいいですよね。はい、男性のカード。これね、見ていただいてるのが、男性も女性もこれはね、あの人を表すカードです。あの人が、何なのか見てみます。あの人が、はい、本か。なるほど。連絡をくれると思います。なんかね、お相手様からちょっとね、謝るような内容、なんかね、こう、なんか最近、なんかね、なんか余裕がなくてごめんねみたいな、そういう状況になっていって、なおかつお二人はなんかね、仲直りできるんじゃないかなっていう、なんかね、そういう流れになっていくと思う。今ね、ほんと仕事、なんかほんとやっぱり忙しくてなかなか余裕がないんでしょうね。ようやくね、これいつかな、もう1月ですね。1月の、そうだな、ちょうどあと1ヶ月ぐらいかな。あと1ヶ月ぐらいしたらお二人の関係は、このね、お相手様からごめんねっていう内容があると思うので、そこまでにはね、大丈夫だと思うの。そこまでには大丈夫だと思う。もう少しこれは、お相手様が元気を取り戻すまで、このね、ピンクのピアスさんが、あえて様子を見てあげてもいいかもしれないなっていうふうに思いました。なるほど、なるほど。ちょっとね、あの人の気持ち、ピンクのピアスさんのお相手様がどう思ってるのか見てみましょうね。今この瞬間のあの人の気持ちということで、はい、見てみましょう。これですね。はい、じゃあ見てみます。今この瞬間のあの人の気持ち。はい、優しい気持ちですよ。大丈夫、大丈夫。なるほど。
はい、了解です。よかったですね。お相手様、なんかね、余裕が確かにないようにも見えるんだけれども、ピンクのピアスさんの気持ちっていうのは、しっかりとね、僕、私がね、しっかりと受け止めるからねと、受け止めてるからねと、気持ちは分かってるよ、安心してっていうことを言ってくれてます。で、このお相手様も、とてもね、疲れてるように見えるんだけれども、でもね、すっごくピンクのピアスさんのことをむちゃむちゃ欲してます。本当に欲してる。もう本当になんかね、君が恋しいっていう感じで、仕事の忙しい中、ふっとした時にもきちんとピンクのピアスさんのことを思い出してるし、今のこの瞬間も思ってくれてます。もうきちんと考えてくれてる。もうね、そこはね、安心していただいて大丈夫。そして、なんかね、早くまた、ご自分に、いわゆる余裕が出てきたら、きちんと、なんかね、笑顔で、早く会いたいなっていう気持ち。だからこそ、今多分ね、身を粉にしながらすごい頑張ってるような気がするんですよね。で、頑張っていながらも、ピンクのピアスさんが、やっぱり自分のことを待ってくれてるから。だからね、その待ってくれてる気持ちもすごくありがたいと思ってるし、ピンクのピアスさんがどれだけこのお相手様のことを思ってくれてるのかっていうのも、きちんとこのお相手様は分かってるみたい。だから気持ちはきちんと受け止めてるから大丈夫だよっていう気持ち、それはね、とてもしっかりあるから、なんかね、今喧嘩っぽい感じって最初思ったんだけれども、もう喧嘩は喧嘩ではなく、むしろお相手様の状況がかなりそこまで切羽詰まってるんだろうなと。あんまりね、睡眠時間取れてないのかなっていうぐらいの忙殺された日々っていう感じが見えるんです。で、これがね、長かったらあと1ヶ月ぐらい続きそうな気がするんだけど、年末年始どうなんだろうね。少しね、余裕が出たらいいなって思うんだけど、でも、そうね、まあ1月の6日ぐらいからは少しずつ状況がね、雲が晴れていって、お相手様自身も少しずつ楽になっていくような気はするんだけれども、本格的に落ち着くっていうのはあと1ヶ月ぐらいかかるかもしれない。でもね、でもね、大丈夫。これだけしっかり思ってくれてるからね。だからそこに愛情はあるなっていうことは、とてもね、考えられるので、そこは大丈夫です。はい、じゃあね、あの人の気持ち、ね、もっと見てみましょうね。はい、こちらね、トートタロットは、全部カードはこちら正位置で見ていきます。まあ、コンビネーションで見ていくので、よいしょ、ね、かなりボロボロでしょ。もうこのトートタロット4台目ぐらいだからね。もう、あ、カードね、4枚出たね。じゃあこれ4枚見ていきましょう。もうね、二十数年使ってるのでむちゃむちゃボロボロです。 はい、じゃあ見てみます。カップの8。はい、カップのエース。なるほど。とてもいいカードです。はい、ワンドのナイト。さて、さあ、なるほど。はい。OK です。やっぱりね、お相手様、かなり仕事むちゃくちゃ頑張ってる。すごく飛び回ってるようにも見えるし、本当になんかね、いつも笑顔で、どんなに忙しくても、やっぱりね、仕事場では、とても温かい心があるというか、このお相手様、本当仕事モードになった時は、怖いぐらい、話しかけられない雰囲気とかもあるかもしれないんだけれども、でもなんかね、まあ、部下とかね、もしいらっしゃるのであれば、なんか悩みとかきちんと聞いたりっていう心の温かさはね、すごくある人だと思うんですよね。で、今、ピンクの、ピアスさんに関しては、やっぱりね、時間が空いた時、
隙間時間には連絡したいなとか、電話したいな、声聞きたいなっていう気持ちがはあるみたいです。それがね、したいんだけどね、なかなかできないっていう状態なのかな。だからね、今ね、このお相手様としては、今仕事しかしてない状態だから、なんかね、ちょっとね、どんより感っていうのは見えるんです。このお相手様がね。でも、このね、ピンクのピアスさんのことの気持ちっていうのは、ここね、カップのエース出ましたけれども、で、なんかね、自分にとってむちゃくちゃ大切な人、もう感情が、愛情が溢れてますっていう、そういう気持ち出てるので、仕事で疲れた自分、余裕がね、なかなかない自分にとって、やっぱりこのね、ピンクのピアスさんっていうのが、自分にとってのその心の救世主、ピンクのピアスさんがいてくれるからやっぱりなんかね、まあ、ちょっと会えなかったりとかしてもやっぱりね、自分の心の支えになってるっていう感じがするぐらいとても大切な存在と思ってくれてるみたいですよ。うん、ね、そこね、良かったですね。とてもとてもカップのエースが出るのはむちゃむちゃ嬉しいですね。まあ、カップのエースとか、ステイオプティミスティックとか、アトラクションとかね、こういう、なんていうのかな、とてもこう恋愛の前向きな気持ち出てるので、そういう意味では、今この瞬間、お相手様は思ってくれてるよっていうのはね、しっかり出てる。はい、じゃあ、この恋のアドバイスを、じゃあ天使様に聞いてみましょうね。この恋のアドバイス。よいしょ、これかな。なんかね、これも気になるね。はい、もう少しシャッフルします。おー、ちょっと待ってね、1枚が出ないね、ラスト1枚が出ないね。さてさて、はい、OK、出ました。これね。はい、じゃあ引いていきましょう。はい、じゃあ見ていきます。さて、はい、リカバリー。なんかすごくわかるな。なるほど。はい。さて、は、はい。なんかもう天使様が言ってるのむちゃくちゃ納得できる。そうだよねって感じがすごくする。あのですね、やっぱりね、私お相手様のね、心身ね、体も心もそうなんだけど、やっぱね、コンディションが一番気になるんですよ。で、天使様もそこを言っていて、とにかくこのお相手様の体休ませてあげてほしいっていう風にすごく言ってるんですよ。とにかく休まして、このお相手様自身が元気にならないとダメだよっていう、なんかね、今かなりむちゃくちゃ心配してます。このお相手様のいわゆる精神と体両方むちゃくちゃ心配していて、これね、そうね、まあお食事とか、まあ、例えばね、お風呂とかも、まあ、そういうふうな、こう、その他、もろもろそうなんだけれども、もし、ピンクの、ピアスさんとお相手様が、例えば、今、会えなくても、もし、ピンクのピアスさんができる状態であれば、例えば、お相手様の家に行って、例えばね、料理作ってあげていたりとか、お風呂沸かしていたりとか、ね、掃除とか洗濯とかしてたりっていうことを例えばしてあげたりっていう、でそこに会えなくてもいいと思うんですよね。なんかね、それぐらいの今お相手様はなんか望んでいるんだけど全くできていなくって、でまた次の日会社に行かないといけなくてっていう中でのかなりこう厳しそうな状況っていうのが見えるんですね。なので、もしね、お相手様がね、まだ実家暮らしとかならいいんですけどね、実家暮らしとかならいいし、もし彼がね、そうね、一人暮らしのお相手様であれば、これはね、ちょっとね、ピンクのピアスさんが
お相手様のいわゆる回復のためにちょっとこうね手をね貸してあげれる状況であれば貸していただきたいなっていう感じがするかな。もう少しねなんかお相手様自身もなんか仕事が少し長引きそうな気がするんですよね。で今のこの苦しそうな辛い状況がもうちょっと続きそうな気がするから落ち着いた時にはねもうむちゃくちゃ感謝してくれます。このお相手様は感謝してくれるのでこの期間ですね長く言ったら1ヶ月なんだよね。でもなんかね少なくともこのね年末年始このねリカバリーができたらいいなって思うしそのいわゆるヘルプっていうのがピンクのピアスさんができたらいいなっていう風にとてもね天使様はね言ってるっていうかねできればしてあげてみたいな感じで言ってるような気がしました。心ではねすごくお相手様はピンクのピアスさんのことを求めてるんだけどねなんせ自分のこともままならないようなそういう状況に見えるのでよかったらなんかこう休息のお手伝いっていうのをできる範囲でしてあげたらいかがかなっていうのがメッセージとして出てきましたね。よかったらできるとこできないとこあると思うんですけれどもよかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ3番の黄色のピアスさんお待たせしております。はい、じゃあお二人の恋の流れ過去現在未来というのをこちらのルノルマンカードでまず見ていきたいと思います。はい、まずは過去現在はい、じゃあ未来ですね。はい、じゃあまずこちらから見ていきたいと思います。過去はい、ワンちゃんのカード出ました。さて現状は庭はい、そして未来さて木ですね。これはお二人の関係は顔見知りとか友達とかそういう感じなのかなって気がするんですよね。で関係性はこれはプラトニックだと思います。でこれからもこのお相手様とのご縁はこうとてもね強いものがあると思うんですけれども関係性がね本当にこうなんていうのかなこうゆっくりゆっくり進んでいくよっていう感じにが見えるんですよね。なんかお互いシャイなのかな。なんかね黄色のピアスさんがそんなにこうアプローチとかを今なんかそんなにしてないのかな。なんかこの周りの目だったりとかこうそういうことをこう気にしながらお二人の関係があるのかなっていう、 こう二人だけじゃないそれ以外の人の関わりも案外多いような気がしますね。なるほど。これからもねゆっくり進んでいくっていうふうには出てる。そこはね出てるんだけど、じゃあ、あの人のね、今のこの瞬間の気持ちがどうかっていう部分からじゃあ見ていきましょうね。はい、今この瞬間のあの人の、じゃあまず気持ち、さあどうでしょうかね。さあ今この瞬間のあの人の気持ち、すごいカード出ましたね。エンゲージメントですか。エンゲージ
ジメントかなり強いカードですね。ラブヨアセリフファーストも出たよ。はい、さて、あーなるほど、あーそっかそっか、なんていうのかな、黄色のビアスさんのことを大切にしたい存在なんだけど、これね、なんかこうお互いに、これなんか、なんかね、奥さんとかね、とかそういうのじゃない意味の、なんかね、複雑な関係だね。仕事関係とか、プライベートなね、そういう、なんかこう、みんなの集まりっていうのがあって、なんていうのかな、それぞれにもしかすると、パートナーがいるのかな、もしくはこのお相手様に、なんていうのかな、公認のパートナーがいるみたいな、そういう感じがして、すっごい惹かれてるのにね、黄色のピアスさんにね。なんかこう、そっか、なんかつらそうだね、このお相手様。そうなんだ、なるほど。だから関係性が、ゆっくりしか逆に言うと進めないのかな。ね、いくら黄色のピアスさんのことをね、こういうふうにエンゲージメントですよ。こういうふうにね、二人で会うようになりたいとか、例えばお付き合いしたいとか、そういうきちんとした深い気持ちがあったとしても、ね、進めない事情が、それがね、あるんだね。なるほど、そういうことか、わかりました。ね、黄色のピアスさんどうだろう、ご存知ですかね。きちんとお相手様が、表には出さないかもしれない、表情には出さないかもしれない、でも黄色のピアスさんにかなり強い思いがあること、どうだろう、黄色のピアスさんはご存知ですか、どうだろうな、ね、もう少しじゃあちょっとあの人の、ね、今のこの瞬間の気持ち、はい、カップの7が出ましたね。あ、はい、こちらのカード、トートカードは全部正位置で見ます。コンビネーションで見ていくので、全部正位置。はい、よいしょ。おっと、ポロンと出たね。ポロンと出たのがコインのエースですよ。ここもすごいカードが出ましたね。はい、こちら、カップのナイト。なあ、いやー、すごいね、このお相手様の気持ち。ね、ここでね、エンゲージメントで出たからすごいなって思ったんだけど、コインのエースとカップのキングも出たね。いや、もうむちゃむちゃもう超恋愛感情ですよ、このお相手様。超恋愛感情だし、時間、そうね、時間、なんかね、このお相手様にやっぱりなんかね、奥さんっぽくは見えないんですよ。こう奥さんとか、まあ、旦那さんっぽくは見えないんだけど、なんかね、こう、なんていうの、内縁の妻みたいな、こうそういうなんか仕事上、恋愛上、公私共のパートナーみたいな、そういう人がこのお相手様にはなんかいるように見えるんですよね。だからこそ今ね、黄色のピアスさんのことをこうかなり強い気持ちがあっても、やっぱりこう動けない、なんかね、お二人はね、きっと両思いだし、お互いに思い合ってるのもわかるんだけれども、でも動けない、なんかね、そういう意味の複雑な関係じゃないかなと思います。お相手様すごいですね、思いがね。やっぱりね、エンゲージメントも出てるんだけれども、将来一緒になりたいっていう気持ちはお相手様の中にはあるみたい。そしてまたこの人も、このお相手様もね、こうとても
あ、優しいし、紳士だし、ロマンチストだしっていう感じで、あのこのお相手様もすごくねモテる要素があるような気がします。そういう意味では、なんかこうお二人とも、なんていうのかな、美男美女というかね、こうそういう感じで、もしかするとそのグループの中でもこう際立って目立っているお二人なのかもしれないですね。で、あのお相手様の気持ち、かなりこのカードってタロットをね、あの知ってる方は分かるかもしれないんですけれども、コインのエースっていわゆるタロットカードの中で世界っていう、ダイアルカナの世界っていうカードがあるんですけれども、そのカードとなんかね匹敵するぐらい、このコインのエースってむちゃくちゃ強いカードなんですよね。これがお相手様の気持ちで出るってことは、今のお相手様の中で心を占めているのは、もうねこれはね黄色のピアさんですね。それぐらい、今のこの瞬間でさえものすごく強く思ってくれてますよっていう風に出てる。はい、じゃあね、ちょっとそういうこう複雑な恋愛のお二人というか、の黄色のピアさんに送るアドバイスということで、ね、気持ちじゃないアドバイス、天使様からのアドバイスを見ていきたいと思います。恋はねでもゆっくり育ちそうなんだよね。こちらのカードポロンとなったので、ご縁はねすごくねこれからもしっかりとこう続いていくっていうか、根付いていく感じはすごくします。はい、これもポロンとなりました。はい、こちらのカードもじゃあ一緒に見ていきたいと思います。はい、おー、You are ready ですね。はい、コンプロマイズ、はい、おー、はいあー、なるほど。あのね、天使様が言ってるねものっていうのは、まずあの黄色のピアスさん自身がこのお相手様からの愛情、とてもとてもなんか強いもの、深いもの、しっかりあるし、あなたは愛されていますと、まずそれが出ています。で、黄色のピアスさんとしては今すぐこのお相手様と関係を前進したいとか、なんかね2人で例えば遊びに行きたいとか、あの人に触れたいとか、そういう気持ちってあるかもしれないんだけれども、 今はその気持ちは抑えとこうと、むしろプラトニックでこれからねもうしばらく進んで、まずは心が、ね、黄色の皆様が愛されていますと、あの人に愛されている、だから私は幸せ、あの人も幸せという現状からまず始めていきましょうと。お二人はねこの木っていうカードが出てるので、未来にカードが出てるので、お二人のご縁は途切れることはない、むしろより強固な信頼関係っていう強い絆が、木が育つようにこれからもねどん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 あの育っていきます。二人のご縁がで育っていくんだけれども、ゆっくりなんですよね。でゆっくりだから、今すぐ例えば男女の関係とか、例えばね付き合いたいどうのこうのっていうのよりは、まずはお二人はお互い愛し合ってるんだけれども、でもそれを言葉にしない段階で、ね、あの人、私はあの人のことがを愛してると、そしてあの人も私のことを愛してくれているという、まずはそこにとてもね幸せを感じませんかと。でね、今すぐね関係を進めたい、あなたの気持ちもわかるよと、天使様がわかるんだけど、そこはねちょっと待ってねっていう風に天使様が言ってる。関係性はね、あのねチャンスはねやってくると思うんだけれども、ゆっくりゆっくりだよって、だから決して焦らないでっていう風にこちらのルノルマンも天使様も言っています。
だからね、黄色のピアスさんはね、私は僕は準備できてるって感じなんだけれども、そこはね、ちょっと待ってみたいな、それはね、今すぐじゃないよっていうことを言ってるからね。愛されてるのはもう事実です。事実なんだけれどもって感じかな。少しずつ一歩ずつゆっくり進んでいこうねっていうのが、こちらの天使様からのアドバイスということで出ました。ねえ、よかったら愛されてます。もうそこは事実です。ただ動けない事情がお互い、もしくはお相手様にあるみたい。でもお相手様の気持ちはかなりすごい、こういうね、カードが出ていますので、ね、きっとね、お二人は両思いだと思う。そして少しずつ進んでいくから、きっとね、何らかの動きがこれからの未来は起こり得ると思います。ね、なんかこうちょっともどかしさっていうのもあるかもしれないけれども、お相手様はきちんと黄色のピアスさんのことをとても強く思ってくれてます。そこは自信を持っていただきたいなと思います。はい、これが3番の黄色のピアスさんでした。最後まで見ていただきましてありがとうございます。おやすみなさい。